つでも使えるし、レジンでも使えるしって感じでやっていきたいと思います。まず確実にこれを使って、あ、使った使った、次黒と持ってるのが電池だったんですね。黒と持ってるのが1秒だったんで、青系と透明系の黒色のフィジュアルで、次はこれもペットした可愛いなDisplay
これは、これもちょっと気になりましてちゃうんですね。これは、
くれてるでしょうかなと思って、シャカシャカって使いますもんね。で、クマちゃんも、ちょっと脱線しちゃったんですけど、パーツをこれぐらいはこんな感じで使おうかなと思うので、余ったこの子たちをパーツをデコパーツなのでデコホイップ用にしていこうと思います。入れときます。それでパーツは避けときます。次にシール系ですね。多分シール系を使うかなと思って、交換便とかでいただいたものとか、まあ、自分の持ってるシールをね、選別していこうかなと思います。次の動画からまたやっていきたいと思いますので、一回ここでチン。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。